見ていたのね。そばでずっと私を欺き続けて。目に映るすべてが真実とは限らない。私にはバルジャンの愛こそが真実なの。彼は私だけのもの。いかなる代償を払ってでも。私は己の愛に生きるの。後悔はないわ。あの方を愛してよかった。ええ、あの。アーギュスト様、アーギュスト様だわ。アーギュスト様、アーギュスト様、アーギュスト様は大陸一の天才です。その女を知らない者は大陸にいません。この傑作はきっと千年先も語り継がれます。同じ時に生まれて幸運ですわ。身に余る言葉ですね。しかしあながち間違いでもない。私の作品は唯一にして至高の物語。マーベラス。どうぞ次回作をご期待ください。まあ、次はどんな物語なのかしら。今から待ち遠しいわ。私の集大成をご覧に入れましょう。
おやおや、実に惹かれる目だ。君は何か物語を持っているな。良い題材になりそうだよ。劇などありもしない虚像に過ぎぬ。だが誰もが血眼になり私の劇場へ足を運ぶ。なぜか人は何を求め生きるのか、その答えが私の劇にある。君の目は汚れなく美しい。見たままを信じる目をしている。君は自ら やはりそうか。それでいい。きっと見れるぞ。素晴らしい結末をね。話がある。そうですの、期待してるぞ。Oh!
おい。知らぬ方が幸福なことも世の中にはある。そう。シュワルツだ。私は最後の演技、あれは何だ。たと貴様は首を絞められ、ああというのか。私の本にそんなセリフはないぞ。アーギスト様、申し訳ございません。現実味を欠く劇など茶番に。いいかね、身をもって学ぶといい。できるじゃないか。次はそう演技したまえ。おや、息がないな。では彼女の代役はよく覚えておけ。ご指導に感謝いたします。アーギュスト様。アーギュスト様、アーギュストは演者たちに、彼の所業は全て肯定される。立てつこうものなら、あの女優と同じになるぞ。今は身を潜めている。片付けておけ。行け、稽古を続けるのだ。フランセスカ、君だけだ。私の芸術を表現できるのは。アーギュスト様、今日の私があるのはアーギュスト様のお力です。若輩の私に目をかけ育ててくださいました。アーギュスト様は今や大陸中の名声を手にされました。ですが、あれほどの演者を失い続けても、あなた様にとって不利益になりかねません。私に意見するのか、フランセスカ。
いいえ、ただ心配なのです。ずっとおそばで見てきた私にはわかります。アーギュスト様は今何かを悩んでおられます。きっと次の作品のことで。黙れ。この私が行き詰まるとでも言うのか。口に気をつけるのだ、フランセスカ。君を題材にしてもいいのだよ。申し訳ございません。アーギュスト様、どちら？別荘へこもる。次回作を完成させに。いや、待て。その前に題材を探してから行くか。俺はアーギュストを追う。二度は言わないぞ。君は引き返すんだ。争いの果てにあるものは。片付いたら夢でも見てみる。始めましょう。いい手応えだ。相手に不足はない。片付いたら夢でも見ている。争いの果てにあるものは。さあ、勝負はついた。勝つこと、それがウォルフォートの道になる。一時の出会いに感謝を。勝負はついた。勝利のみが我々の道なのだ。
時の出会いに感謝を。行きましょう。はっ、片付いたら夢でも見てる。困っている方を助けましょう。立ち去りなさい。そして アーギュスト様、でも君、え？ほう。さあ、
君のすべてを見てみたい。おいで。マーベラス。刺激を。争いの果てにあるものは、どうどうか片付いたら終わったね。戦いに備えろ。はっ、一歩も引かぬ。片付いたら夢でも見ている。困っている方を助けましょう。勝負はついた。勝利のみが我々の道なのだ。
困っている方を助けましょう。片付いたら終わったね。君は来てしまったのか。何者だ。おお、これはこれは。哀れな男、シュワルツではないか。何をかね、今日はもう終焉だ。貴様こそ、何をしている。私か。次回作の構想を練っていたところだ。私は劇作家だからね。君とは違って。ではその衣服の。ふん。やれやれ。目ざといやつだ。知っているぞ、アーギスト。貴様が陰でしている所業を。君にはこの渇きがわからないか。創作の命となる題材への渇きが。人の生き死にこそが私にそれを与えてくれる。初めて経験したのは19の時だ。私は見せ物小屋で働き劇を書いていた。劇は売れず紙くずだけが増えたものだ。だがある時、雇い主の妻と寝た時だ。不覚にも雇い主にジョージを目撃されてしまった。彼は我を忘れ激高しナイフを。妻の体が蜂の巣になるまで刺し続けた。そして最後に自らの喉を。マーベロス。
その時、全身の血が湧き、情熱の炎が灯った。私は高ぶりをすぐさまかき止め、激にした。それが処女作、ピュリティの妻さ。それから私は劇作家の道を歩んできた。殺人鬼としての邪道だろう。貴様はその後も創作の刺激を求めた。自らの手で人を殺め続けてまでな。芸術の犠牲となったのだ。皆報われるさ。貴様の妻だった女もな。おっと、そろそろ時間だ。私は失礼する。次の劇を書きたいのでね。させるか。私の決意を剣に込めて。Thank you.
迂闊だったな。弱点ですね。相手に不足はない。もう一つだ。じゃあ今です。任せる。相手に不足はない。悪いな。まだ油断でしません。しっかり頼むぜ。好機です。では参りましょう。しっかり頼むぜ。これくらい簡単よね。それでここからです。と蹴りをつける。聞いてるわね。では参りましょう。何を当たり前でしょ。蹴りをつける。しっかり頼むぜ。じゃあ ちょっと直しなさいよ。じゃあじゃあと父上ならどうする。祈りましょう。他の者の傷を癒したまえ。私にできないわけがないじゃない。当然全力を出すべきよね。任せて。バカめ。じゃあ祈りましょう。それだ。待てよ。楽しいな。
貫き通す。私の力、ご覧あれ。で、相手に不足はない。道は決まった。みんなが支えてくれたおかげだ。アギュスト。そしてそうだ、話がある。何だと？ああ。期待してるぞ。
いただくよ。こんにちは。